天気がいいから散歩しましょう。いや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 、天気が悪くても散歩してください。皆さんこんにちは。今回は言語学習全般に関するシリーズです。ここまで単語の覚え方などについてお話ししてきましたが、今回のテーマは語学検定です。日本ではこのような声がよく聞かれます。語学検定は日常で使われるものと違うから受ける意味ない。語学検定は本当の言語能力を反映してないから無意味だ。このように考える方が多く、検定を取得して喜んでいる人に対して否定的なコメントをする人も少なくありません。しかしこのように語学検定を否定する人は言語学習に失敗すると考えています。私はこの語学検定はただ資格がないと仕事や留学ができないからという証明書としての役割だけではなく、言語学習において非常に有効なものであると考えています。これまで多くの言語を勉強してきましたが、真剣に高いレベルを目指した英語、中国語、フランス語、スペイン語に関しては全て語学検定を受け取得をしています。私が新しい言語として何を勉強するかを判断する際、語学検定が存在しているかというのは重要な要素の一つでした。そのくらい私は語学検定を言語学習の中で重要な存在として位置づけていたのです。ではなぜ私はそのように考えているのでしょうか。今回は語学検定が持つ証明書以外の価値についてご紹介する中で、言語学習における自分の考え方をシェアしていきたいと思います。一つ目の理由は短期目標になるということです。こちらは前回目標設定の文章で説明した内容になります。覚えていますでしょうか。簡単に復習すると、言語学習においてはその言葉を勉強した後に何をしたいかを表す最終目標と、その言語を習得するまでの間に設定する目標である短期目標を設定することがモチベーションの維持につながる非常に重要なことだと述べました。今回のテーマである語学検定は短期目標に該当します。外国を話せるようになるという遠いゴールまでの間に何々級に合格するという目標を設定することで、やるべきことを明確にすることができるのです。この語学検定は合否や点数が明確に出るため、非常に目標として設定しやすいものになっています。自分の基準ではなく客観的な基準が目標になるので、大変そうだから基準を少し下げるのようなことができません。過去問や出題範囲も基本的に公開されているので、今の自分の実力との差もはっきり分かり、今自分が何を勉強すればよいかが明らかになりますね。そしてモチベーションを維持するだけでなく、目標を達成するという行為自体も大きなモチベーションを生み出します。語学検定に合格すると、自分が勉強した外国語が客観的に認められることになり、とても嬉しいですよね。この達成感、努力が実を結んだ経験は間違いなく今後の言語学習にプラスに働くでしょう。皆さんは中国の超巨大な建物、万里の長城がどのように作られたかご存知ですか？あれだけ長い城壁を端っこから少しずつ作っていったら、いつ終わるのかわからず気が遠くなってしまいますね。そこで完成図を1キロずつの区画に分け、その1キロの左右それぞれから2つに分かれたチームがそれぞれ真ん中に向けて城壁を作っていく。そうすると短い距離で城壁がつながるという達成感を得られるし、もう一方のチームが近づいてくるのも分かる。こうやって果てしなく長い完成までのゴールの間に1キロずつ城壁がつながるという短期目標を設定することで、最終的に今の万里の長城が完成したと言われています。まさに言語学習における短期目標と同じようなものですよね。語学検定はこのような短期目標の設定に最も適したものだと言えます。よく自分は日本語で言語学習の意見を発信する際には、語学検定はペースメーカーの役割があると言っていました。挑戦できる検定があるなら積極的に参加して、一つでも多くの達成感を得られる目標を設定していきましょう。もう一つの理由は偏った知識を直してくれるということです。独学で言語学習を行う際、どうしても学んでいく知識は自分が使うものに偏ってしまいます。私はそれ自身は全く問題のないことだと思っています。
これもいつか詳しくお話ししようと思いますが、言語学習で最も挫折をしやすいのは最初の数ヶ月です。なのでこの数ヶ月の間は自分に関する単語や表現ばかり覚えて、それだけを使って会話しても問題ないし、むしろ積極的にそうするべきだとも思っています。しかし日常会話ができるだけのレベルから、仕事や実際に生活していく際に必要なレベルに引き上げていく際には、さすがに自分の趣味の範囲内の単語や表現しか知らないような状況ではやっていけません。日常会話レベルから脱却し、さらに上を目指していくためには、遅かれ早かれ自分が頻繁に使うことではないけど、一般的に必要とされる重要項目を覚えていくことで、自分の言語能力を幅広く一般的な場面で通用するものへとレベルアップさせていく必要があるのです。その幅広く一般的に使える状態へのレベルアップを実現するために最も使えるのが語学検定です。語学検定は何かの分野に特化した試験ではない、日本語能力試験 TOEFL のような、その言語を学んでいる方であれば大半の人が受けるようなものである場合、当然分野的な偏りが出ないように配慮して設計がなされるはずです。多くの人が受ける試験であればあるほど、幅広く一般的に使えるような知識を問うものになる傾向にあると言えると思います。ですから、ある程度日常会話レベルなら自分の趣味などの話題の中心にすることで乗り切れるようなレベルに到達したら、次は語学検定に積極的に申し込んで、その試験のための勉強を始めていくべきです。その試験に合格するために過去問や対策問題集などに取り組んでいくうちに、皆さんの言語能力は徐々にどこでも幅広く通用するようなものへと強制されていくでしょう。実際に以前、日本語で言語学習についての記事を書いた際、語学検定のことを強制ベルトと自分は表現していました。自分で単語帳や参考書を買って、自分自身があまり使わない分野の単語を覚えていくのは苦痛だし、簡単に挫折してしまいます。申し込んでそのために勉強していく過程で、勝手に自分の偏った知識が普遍的なものへと強制されていく。これはもう受けない理由はないと言えるでしょう。今回は語学検定が言語学習に与えるプラスの影響についてご紹介しました。日本に留学する、日本で仕事をするなど目的をお持ちの方は、証明書として必要なので必ず日本語能力試験を受けると思いますが、ただ趣味で日本語を勉強している方であっても、語学検定は十分に受ける価値があると思いますし、もっと極端なことを言うと、すでに N1 に合格していたとしても高得点合格を目指して再挑戦することも良い学習計画の一つなのではないかと思います。まあ、ほとんどの人はもう天気がいいから散歩しましょうなんて聞きたくないと思いますけどね。それでは今回の内容はここまで。また次回お会いしましょう。さよなら。